な、確認やで。こっちからもらうから、そうそう、左右な、左右でもらって、しっかりリングを見てからシュート。最後までこれ返すな、最後まで手首返す。いい？でもう一個気をつけてほしいのは、足こう左右でもらうねんけども、左右でもらうねんけども、こっちに傾いたりとかこっちに傾いたりとかせんようにな。しっかり真ん中踏ん張ったら、ど真ん中、両足の真ん中に重心しっかり持ってシュートね。最初はゆっくり正確に、それができてだん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 身についてきたら、パッともらっても早く打てるようになるから。分かった？そこだけしっかりやるようにね。はい、じゃあ3人組でどこからあ、ごめん1分終わったら今度は場所、パスの人が反対側行って、翔介行ってみたい。で今度は向こうからもらうから、どうやったっけ？右左だな。右左やけど外からのシュートやから右で打っていいって話だったな。はい、 OK。 こうやな、右左でもらって構えてシュートね。あ、入った外れたとかそんな気にせんでいいから、ただただリングしっかり見てシュートを打ち続ける。いいですか？7号でやってたのにな。で近くでもいいからな、近くでもいいからいい感じでシュートを打って確率を上げるっていうのが大切な。わかる？